こんばんは。フェイムレディオエクスペリエンスです。第4回、ギターの大地です。今回ちょっと音が違うと思うんですけど、ちょっと撮ってる場所が違くて、いつもこう水曜日のスタジオの後に撮ってるんですけど、今回なんと水曜日ライブだったので、今日はちょっと私の自宅っていうか、なんだろうね、レコーディングスタジオじゃないけど、本当に自宅で撮ってます。はい、第4回です。近況ですか？そうだね。近況、あれですね、昨日自分はストーンローゼスの映画、ストーンローゼスメイドオブストーンっていう映画を見てきました。なんだろうな、なんかね、再結成からの映画なんだけど、うん、再結成をするにあたって、うん、なんか本人たちが映画を撮ろうみたいなことになった映画なんだけど、なんか最近こうフーファイとか、うん、パールジャムが作ってた、こうなんだろう、自分の歴史を振り返る的なのはっていうよりは、うん、どっちかというとこうファンが作った映画っていうか、うんうんうん、なんかね、ファンのインタビューとかがすごいいっぱい入ってて、会場とかの、うんうん、だからなんだろう、いわゆるそのかな、正直映画としてちょっと微妙なところも結構あって、あ、要は、うん、えぐいとこは映さないじゃないけど、あ、なんかそうか、外からの視線っていうかね、外からの視点が中心だから、正直ちょっと物足らないなってとこもあるんだけど、うん、だからそのライブ映像中心だし、で本人たちのインタビューもあるんだけど、うん、本人たちのこう裏の素顔みたいなのあんま映らないっていうか、でなんかインタビューでも監督が言ってたけど、なんかこう喧嘩してる時にやっぱ回さなかったらしくて、うん、あ、なるほど、やっぱそういう部分がないから、完全にこうファンムービーっていうか、だから逆にストーンローゼス自体にも思い入れがないとちょっときついかなっていう映画なんだけど、まあだからいわゆるこう歴史はこうね、なんかあらすじ的にこう歴史は流すんだけど、でうまくいかなくてこう2枚目で分裂しててやるんだけど、それに何があったのかは一切語らないっていうか、そっかそっかそっか、そうそうそう、裏側みたいなのは全然、そうそうそう、でなんか再結成のきっかけも、うん、なんだっけ、確かあのマニのお母さんが死んじゃって、うん、でそのお葬式で全員たまたま集まって、でなんかその後バーに行って喋ってて、こうちょっと和解した的なエピソードが確かあったはずだから、そこもなんか落ちちゃってるなみたいな。あ、え、映画ではないんだ。そこでないから、でなおかつなんかその映画の中でマニだけちょっとテンション高くなってて、うん、なんかそこは逆にちょっと悲しい感じがちょっとするんだけど、から元気なんじゃねえのこれみたいなんだけど、そういう映画で、でもね1時間半ぐらいなんだけど、うんうんうん、本当にそのなんだっけ、どこだっけな、なんかね一番でかい会場、7万5000人ぐらいのライブを最後やるってとこで終わるんだけど、うん、いわゆる再結成の記者会見が始まって、うん、なんかそのサプライズギグ、ウォームアップギグ的なやつが流れて、っていう流れなんだけど、まあだから、なんていうのかな、単純に作品が少ないから、まあまあそうだよね、アルバムが本当2枚出て終わっちゃったから、その昔の話もそこまでやっぱやってなくて、まあなんかその、再結成の時にこう、多分ニュースでも出てたんだけど、うん、そのアンコールをやらないで、あのドラムのレニーが帰っちゃって、一回。で、なんかそれでちょっとなんかやばいなって空気のとか、一応映画の中に入ってるんだけど、うん、で、まあそんとそれだけで、それ以外は結構なんか、なんかのほほんと流れるみたいな。だから映画としてはちょっと起伏が足りないっていうか、で、なんかフーファイの映画もさ、言ってしまえば地味だったじゃん。うん、まあまあそうだね。本当なんかそのバンドマンっていうよりは僕人間なんですみたいな感じだったし、なんかそこも描かないからちょっと物足らないなっていう感じにとってあって、なんかねその綺麗なとこしか映らない感じがあって、ね、ちょっと微妙かな。ファンは多分すごい楽しいんだけど、曲もバンバンかかるし、ね、ライブ映像も出てくるし、そうだからちょっとねファン向けっていうか、でもどうなんだろうね、リアルタイムでずっと追ってた人は、だから外からの視線は大体知ってる。だから多分その何があって解散しましたみたいなのは一応だから触り程度 で、うん、でだからファンの人は多分分かってるから、うん、その説明はいらないでしょうなのかもしれないし、うんうん、だからなんつうのかな、あれだよ、だから単純にこうターミネーター3的な、あ、最初からこのシュラちゃんは何か分かってるよねみたいな、はい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 、作りだから、あ、だからなんか無駄な説明はしないよみたいな。だからあのメンバーの名前もいちいち出さないし。そうだからね、やっぱ全然作りが違くて。なんだろうね、だから思ったのが、うん、UK のバンドと US のバンドが結構違うなと思うのは、うん、
ドキュメンタリー映画とか作るときに、なんか US のバンドってなんかある意味割り切って完全に中身出しちゃうっていうか、なんかあのリアリティショー好きなアメリカ人のなんかこうそういうのもあるのかもしれないけど、なんかこうはっきりリアリティを見せちゃうっていうか、俺こういうことあったんだよねみたいな、本当はぶっちゃけファンも聞きたくないような話もしっかりしちゃうっていうか、そういうとこもあるんだけど、なんか今回の映画は本当メンバーは正直あんまり喋ってないっていうか、本当リハの映像をまんま撮ってるだけっていう感じで、いわゆるその映画のためにインタビュー撮りましたっていうのはそこまでないんだ。そうだから好きな人は多分たまらないんだろうけど、俺はそこまで思い入れがなかったから、なんか物足らねえなっていうか、なんかこの喧嘩したともっとなかったんじゃないかっていうか、そう最後はなんか仲直りして7万人の前にドーンと出てきましたみたいな。エンドロールで一応フジロックの映像、トリで来た時のフジロックの映像が流れたりするから、そういうのが面白いんだけど、そうなんかイアンが泊まってるホテルの部屋みたいなのが出てきて、日本で、あ、そうなんだ、なんか部屋にプールがあるみたいな、これどこみたいな、部屋の中に、そう部屋の中に、多分新宿のグランドハイアットみたいなとこだと思うんだけど、なんかすごいすごい部屋に泊まってる、やっぱヘッドライナーはちげえなって感じなんだけど、そうそうそう、まあでも公開規模もそんなでかくなくて、なんだっけ、シネマカリテ、新宿のシネマカリテっていうちょっとちっちゃいところでしかやってないんだけど、あ、そこ単館というか、そう、ほとんど単館だね、うーん、なんだけどね、そう、あとなんだろうな、気づいたのが、ギターとベースが両方メサブギーなんだ、あ、そうなんだ、で、しかもレクチとかじゃなくて、うん、本当あの昔のブギーってだけロゴが入ってる時代のがあるんだけど、うん、全部それ使ってて、うん、なんかパッと見ブギーって出てるからは、あ、メサブギーだと思うんだけど、うん、なんかサウンド別に関係ないし、あ、でなんか両方ブギーなの、うん、でなんか元々なんだよね多分、え、写真とか映像昔のやつ見てもブギー使ってるからずっとブギーで、だからメサになる前のブギーだから、ほんとなんかヴィンテージアップ的な、だってジョン・スクワイヤー確か4台ぐらい鳴らしてんだよ、あ、そうなんだ、そう、なんか映像見たら、うん、なんか普通に正面に2台置いてあって、うん、で上向きになって下に2台あって、うん、なんか一応全部電源入ってたから、あ、そうなんだ、合わせて鳴らしてるのかなって、そうだから特に難しいことするバンドじゃないから、うん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 、ちょっと意外だったみたいな、うんうん、ね、そうだね、なんかマニが2台鳴らしてるのはちょっとわかるんだけど、プライバルとかもあるから、うん、なんかそういうなんかいろんなエフェクトがあるからかなと思ったけど、うんうんうん、そうでもなんかジョン・スクワイヤーもなんかその当時よりなんか上手くなったじゃないけど、なんかね、ちょっとソニックユース的 な, しなんかその セクションがあったりとか、あ、そうなんだ、ちょっとなんかノイズタイム的なのが最後ジャムで出てくるんだけど、そういうのがあったりとかするんだけど、またあれだこれ思ったのが、うん、あのマニって毎回猿顔だなってちょっと思ってたけど、俺が思ったのはあの猿の惑星に出てくる猿に似てるピンポイントでそう、なんかあの猿の顔に似てんだなってちょっとそうそう、映画関係ないんだけどあとイアンも猿顔じゃん、あ、そうだね、なんかあすげえ猿顔だっていうそうそうそう、だからなんかファンは多分楽しいと思う、すごい楽しいし、あ、そうなんだ、うわ再結成したんだみたいな、うんうんうん、なんか裏側見たい気もするけどね、そうだから絶対なんかあるんだけど、うん、そこはあんま見せてくれないって、まあだからレニとイアンが別れて、うん、要はレニが脱退して解散したっていうのは一応流れるんだけど、それも要は当時の映像しか使わないし、そこについて語るでもないから、だから最近やってる要はバンドのドキュメンタリーとはちょっと違うかなっていう、まあね、そのドキュメンタリーってさ、常に、カメラが回ってて、でなんかそのカメラを回し続けてるんだけど、そのなんか監督に意思が入っちゃうっていうか、どんなにこうフラットで撮っててもやっぱ意識出ちゃうっていうのが、まさにその裏側を撮らなかったっていうのは多分監督がファンだからって感じ、あ、確かにそうだね、一応なんかその番なんだっけな、映画の冒頭になんかヒッチコックのセリフで、うん、なんかカメラとはとか、うん、そういうのが一応流れるから、多分そういうのを多分説明してるんだろうけど、うん、多分でも結構激しいのに慣れてる人はちょっと物足りないって、ここもうちょい見せてこんな感じかな、へえ、そうです、だから水曜日にアンチノックでライブをして、うん、木曜日にまた新宿に行くっていう下手すると月 3,4 回新宿に行ってる気がする、そうだよね映画とかね結構新宿だもんね、そう、新宿バルトとか、うんうん、そう映画館多いから大事、うんうん、いろんな映画館あるから、1日でこうはしごするときに結構同じ街ではしごした方がしやすいから、確かにね、そうだからこの前は変則で六本木と豊洲とXPRIみたいに変なことしたけど、
そういうのもあるから。そうですね、そんな感じかな、近況は。近況なんかありました？俺は特に特にない。特に特にないですか、うん、どうしましょうかね。じゃあコーナーに行きますか。そうだね。じゃあ今週の一本見ますか、うん、はい。今回ニコラス・ウェンディング・レフン監督のブロンソンですね、うん、トム・ハーディ主演で、一応こうあらすじ読むと、なんか1974年19歳のマイケル・ピーターソン、これが主人公か、うんうん、主人公がこう有名になりたかったっていうので、うんうん、こう自分で作った散弾銃を作って郵便局を襲うんだよね。そう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 、そう、力ですごいお粗末な感じで作って、であっさり捕まって7年間こう刑務所暮らしを宣告されるんだけど、でなんかこのマイケルは自分をなんか俳優 の、 あのチャールズ・ブロンソンだって言い始めて、でなんか分身だ俺はみたいになって、でそのキャラクターをなんかこうとにかく暴れまくるキャラクターになっていくっていうか、なんだろう、どんどん強靭化していくんだよ。そうだね。どうでした今回ちょっと見てみて。いやまあだからね、本当になんだろう、映像的にはすごいスカッとするっていうかね、あ、うん、気持ちいいんだけど、見終わった後のね、なんか後味がね、うん、なんか嫌な感じするんだよ、ね、そう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 、なんかブロンソンかわいそうってところもあるし、こういう人何してんのそうなんだよね、なんかね、そうだから映像はすごいさ、スタイリッシュでかっこよくて、そうそうそう、で音楽もすごいかっこいいじゃん、うんうんうん、なんだけどなんかこうすごいやりきれない感じっていうか、この後ブロンソンってどうなったのかみたいな、そうだね、それもね、そう気になるしね、そう、でなんか特典図にね、インタビューは一応載ってたけどね、まあでもなんと言ってもあれでしょう、このトム・ハーディの作り込みで、やばいよねこのね、別人だからね、入り込み方っていうか、これが多分2006年かなんかなんだけど、あ、でもそんな前か、そう、その後に要はあのいわゆるクリストファー・ノーランのインセプションに出て、であれだよね、だからバットマン・ライジングのベインとかまさにこのまんまの体っていうか、うん、あ、そうだね、そう、この体を見て作ったんじゃねえかなぐらいの感じじゃん、作り込みで、そうだね、スキンヘッドだし、うん、そう、だからなんかあれなんだよね、顔の力っていうか、うん、あ、そうだね、表情っていうか、ね、表情がすごくて、あとそれこそなんつうのかな、あのウフが言ったジョーカーっぽく見えるというか、あの道化師の格好で出てくるシーンがあって、その時のもうなんだろうね、基地の外感は完全にジョーカー、ね、そうだね、なんかあの笑い方というかね、 それもかなりかっこいいし、だからあれなんだよね、単純にかっこいいっていうか、そうだよね、こうアウトサイダーヒーローじゃないけど、うん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 、うわーこいつなんか人間とはちょっと違った生き物だぞみたいなね、そうそうそう、トム・ハーディすごいよね、なんかね、なんかこれが出世作らしいんだよね、やっぱ。あ、そうなんだ。そう、これでやっぱ注目されたみたいで。そう、このね、特定映像でも入ってるけど、この体作りがすごい。体作りね。なんだっけ、あれだよね、こう、ジムの器具を一切使わないで。なんか、うん、その、ブロンソンがじゃあ刑務所で、あ、そうそうそう、どうやって体を作ったのかみたいなテーマに、なんかあれだよね、腕立てと懸垂と、ね、そう、なんか器具とかを一切使わないみたいな。アスレチックとかだけで体鍛えてこの体にするみたいな。なんかトレーニング映像とかすごいもんね。すごいよね。なんか1日5000キロカロリー、5000キロとか6000キロとか食べて。確か平均が2500とかだよね、人間の。あ、そう、そうだね、成人男性ね。2500か3000とか。そう、なんか2倍とか3倍とか言ってたから。だからトム・ハーディ普通の時すごいいい感じの優しそうな人なんだよ。あ、なんかそうそう、だからそのトレーニング映像の時も一瞬どっちがトム・ハーディのそのトレーナーの人とさ。トレーナーの方が好きだから。そう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 。そうそう、トム・ハーディもね、なんか特徴があって、うん、なんかこう、どんなに強靭な役やっても目が悲しそうっていうか、うん、あー、でも確かにね、こうアップになって、うんうん、こう生きり立ってる時の目はすごい怖いんだけど、わかるわかる、このなんかそれこそあの独房に入ってるシーンとかで一瞬こう素の顔じゃないけど、うん、抜いた時の目すごい悲しそうなんだよ、なんかそうだよね、そうそうそう、バットマンの時もさ、最後あのマスク壊されて追い詰められた時のあの泣きそうな感じとかがなんかそうそうそう哀愁がある、あるよね、確かにそうだそうだ、言われてみたら多分そこもかなり良さなんだよ、そうだね、そう、それでまあとにかくね、うん、もうバイオレンスじゃん、うん、バイオレンスに次ぐバイオレンスで、下手すると5分に1回なんかあるんじゃないかみたいな、ね、なんかちょっと見ててヒヤヒヤするもんね、そうそうそう、あとなんつうの、最後ね、うん、こう真っ黒に塗って、あ、あのマッパで戦うあそこもなんかさ、こう刃物とか棒とか出てくるから、ね、すげえ怖いんだよね、こう見てて、あ、あのなんだ、やっぱ思ったんだけど、やっぱフルチンの時の男ってなんかこう、あ、ね、なんか情けないんだようわー、なんか邪魔なもんついてるなって思うけど
なんかね、情けなくなる。確かにね、そうだね。これボコられたら全部当たっちゃうじゃん。また切れるタイミングのよく分かんなさ、分かんないよ。それがちょっとね、見ててね、そうヒヤヒヤする、ヒヤヒヤするよね。え、この人何じゃないか、うん、いきなり殴るし、殴りすのところで殴んないしみたいな。そう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 、なんか外すんだよね、うんうんうん、こうグーって音楽かかって、うん、そうそうそう、行くぞって時にスッと外して、うん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 、でなんかその後歩き出して切ればなんかでもそこはコメディっぽいっていうか、ね、あ、まあそうだね、ちょっと笑っちゃうようなとこもある、うんうん、そうだよね。あと、まあ、あの精神病院の、うん、あそこね、左はなんかもう最初あのなんつうのかな、あの変な人いるじゃん、あの高校あはっていう、何してんだろうって最初思うよね、この人何してんのみたいな、とっか一気に始まるし、そう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 、あれとかもねすごい面白いんだけど、ね、あ、そうそうそう、そうヒヤヒヤすんだよ、なんかヒヤヒヤすんだよね、こうなんだろう、1時間半ぐらいだっけこれ、そう確か90分ぐらいよ、ね、90分とかなんだけど、うん、ずっとヒヤヒヤしてるっていうか、ね、うん、濃いよね、なんかね、そう緊張感が持続するんだよね、うん、すごいね、そうだね、だからトム・ハーリーをこう見てて、うん、うわなんかあるよこの人、なんかあるよずっと1時間続くからねえ、このキャラクターね、こう実際のこの人出てくるじゃん、インタビューで、うんうん、似てんだよね、似てるね、てかもう結構このまんまっていうか、ね、喋り方とかもね、そう声まですごい似てて、うん、やっぱ頭おかしいなって感じが、ね、なんつうの、完全に役に入ってるじゃない、ああそうだね、そういうこと言ったらチャールズ・ブロンソンに入りきってるっていう、なんだろう、だからこうそのバイオレンスなんだけど、うん、武器がないじゃん、そうだね、銃ちょっと出てくるけど、うんうんうん、最初ぐらいだし、うんうん、ひたすらこう拳でそうだよ、ね、こうやるんだけど、うん、でしかも殺人はしてないんだもんね、確かね、だから本当暴力事件しか起こしないんだけど、うんうん、人は殺してないし、ね、うん、特になんかこう大きな犯罪をするだけでもなく、うんうん、ただひたすらにこう刑務所の中で暴れるから、そうそうそう、うん、永遠刑期が伸びる、そうだよね、あれじゃあなんか途中のさ、こう、うん、どんどんこう刑務所移っていく映像とかちょっとコメディっぽく、そうだよね、ガチャンって閉めたらまた次のガチャンって閉めたら次の子みたいな、そう、そんな感じでね、うん、そう、映像的に、映像的にすごい斬新で、うん、こうちょっとおしゃれだし、ね、こうなんかコメディっぽかったりするんだけど、うん、なんかこの俳優のなんか大きさっていうか、うん、存在感がやっぱすごいんで、うん、すごいよね、だからさっき言ったみたいにすごい暴力的だし、うん、こう変な人なんだけど、うん、さっき言ったようにちょっとした時に悲しそうっていうか、そうそうそう、だからこの人が何考えてるか終始分かんないっていうか、だからあれだね、感情移入できる人は多分最初から最後までずっと感情移入できるし、そうだね、でもね、うわこの人何これっていうのは続く人は多分最後まで多分乗れないんだけど、だから結局だからその自分を当てはめてこう見る映画なのかどうかすら分からんっていうか、うん、そうだね、だから俺よく言うんだけど、その映画大好きで、うん、ジョーカーとか大好きだけど、うん、なんか友達だったら絶対嫌だなこう映画だからいいっていうか、そうだよね、このブローソンも完全にこう映画の中のキャラクターだからすごいよくできるみたいな、ね、身近にいたらちょっと嫌だもん、もういきなり殴られるしかもわけわかんない理由でわけわかんない理由で殴られるてか下手さ街中で殴られる、ね、そうすごいよくできてる、ね、そうこの後いや、うん、トム・ハディも売れて、うん、だから俺が好きなウォーリアーとか、うん、さっき言った バトマンライジングで出始めるんだけど、うん、これニコラス・ユニグリフもこの映画の後に、うん、あの俺がおととしかも、うん、去年一番にしてたドライブを撮ったりとかしてて、うん、その前にね、そのドライブの前にこのバルファラライジングっていう映画も撮ってるんだけど、うん、それちょっとかなり吹っ飛んでて、うん、正直俺見終わった後、うわーうわーってか久しぶりに意味わかんねえもん見たわってあ、そうなんだ、なんかあのセリフがないのほとんど、あ、そうなの、これもぜひウフに見てほしい、うんうんうん、まあね、正直わけわかんないでなんかこう意味深なセリフだけあって、うん、後でこうレビューとか読むと、ああ、うん、こういう意味だったんだってまさになる感じで、ね、そう、そんな感じでね、この監督自体が多分ね、この映画が好きならこの監督の映画は多分ね、うん、一通り好きなんですよ、ね、だから単純に言うとこの人のエグいバイオレンスがいけるかどうかが結構重要で、あのなんつうのかな、壁ドンじゃない、急に来る、こうなんか嫌な感じがずっと続いて、でなんか予想外のことがこうガラッて起きるじゃん、でなんかとにかくこの人の映画はそうなんだけど、うん、痛そうなんだよね、あ、そうだね、殴られた時がね、こうなんかなんだろう、殴った時って確かにこういうなんか鈍い音っていうか、なんだろうね、なんかドンとかじゃなくてちょっとベチっていう、肌とこう肌がこう触れる感じっていうか、
で、なんか拳が一番痛い感じ。ね、そうそうそう。そう、なんかその傷つけていく感じがどんどんこう痛々しく、わあ痛いなってなっていく感じとかね。そう、まさにそんな感じだった。ね。結構面白かった。面白かった、これも。うん。そう、よし、よかった。うん、これがね、結構ね、ハードルがあって、うん、俺はね、この映画がいける人はこの映画もいける人。結構ね、面白いと思う。なるほどね。その基準をちょっと測ってね。うん、まあ、2回目だから。そうだね。じゃあ、今週、お、今週の1本なんだけど、うん、ちょっと関係なくなるんだけど、うん、じゃあ、あの野球で楽天が優勝したじゃん。うん、で、楽天セールっていうのがあって、うん、なんだっけ、77% オフみたいな。あ、そんな、そう、なんか安いんだ。星野監督の背番号にちなんでみたいな。あ、なるほどね。そういうのがあって、うん、すごい安くなったんだけど、うん、一応だからこう楽天ユーザーとしてはやっぱ、うん、あの機材中ですから、あエフェクターとか見てるんだけど、やっぱエフェクターはもう決まったやつしか安くならない。やっぱりうーん、俺が欲しいのはやっぱ安くならなくて、でこの時にこの企画がこう旗と頭をよぎって、あそうだ DVD すげえ安くなってねえかなっつったら、今これね、こう分かるかな、音分かるかな何枚、そう、俺ちなみにこれ多分ね全部で8枚ぐらい買ったんだけど、あそうなんだ、一応これ全部480円。すげえ、レンタル落ちだ。そう、新品だからね。そう、DVD を今回大量に買い込みまして、で今回紹介したいのが、うん、あれですね、公園兄弟のファーゴっていう映画なんだけど、うん、これ知ってる？見たことない。俺全然わかんない。公園兄弟。そう、公園兄弟ってこの人兄弟でこう脚本とか監督やってるんだけど。ああ、だからよく話すやつだとノーカントリーっていう、そのシガーっていうすげえ殺人鬼が出てきて、俺の中でジョーカーと並ぶキャラクターなんだけど、そのなんかいわゆるなんつうのかな、ちょっと意地悪なサスペンスじゃないけど、あのオチで誰か死んじゃったりとか、オチで主人公があっさり死んだりとか、それちょっと意地悪な映画を撮る人たちなんだけど、その人たちが作った、なんだろうな、こう一応なんかあらすじ読むと、ノースダコタ州ファーゴで、うん、こう多額の借金を背負って生活が恥じしそうな自動車セールスマンのジェリーが、うん、とんでもない解決を思いつくと、うん、こう前科者2人組のカールとゲアに、うん、こう妻をね、うん、こうなんつうの、偽装誘拐、うん、こう要は自作自演で誘拐させて、うん、でそのお金を、うん、そのもらって、そのお金でこう借金を返そうみたいな、要は旦那考えるんだけど、明らかにこれ映画見ると分かるんだけど、うん、その2人組、前科者2人組がどう見てもバカなんだよ。これ絶対なんか変なこと起こるぞと思ってると、本当に変なことが起こりだして、うん、あれこれちょっとおやおやおかしいなじゃないけど、うん、どんどんこう悪い方向悪い方向に転がっていくんだけど、うんうんうん、そうそうそう、で案の定こうやってる最中に、うん、その誘拐してる最中に警官と目撃者を殺しちゃうのね。で要は結局要は偽装誘拐、要は何にも起こらないやつの誘拐事件が、あの連続殺人事件になっちゃう。はい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 。でこう事件の解決に当たるのが、さっき、でこれが主人公が初めて行くんだけど、うん、こう妊婦の女警察官が出てきて、うん、これマージって人なんだけど、この人が結構なんか不思議な能力っていうか、なんかこうすごいこう推理力がすごくあって、うんうんうん、その人がこうどんどんこうこう事件を解決していくんだけど、うん、それによってまたなんかいろいろ起きていくの話なんだけど、これもね結構バイオレンスすごい、ね、これもどうなんだろうな、一応 R15 かのなんかのチェックこれもよくできてて、うん、これもすごい地味な話じゃないけど、うん、ほんと小さい町ファーゴって中だけで起こる話じゃないけど、まあだから設定もなんかなんだろうな、はっきり言ってコメディっぽいじゃん。あ、まあまあ、あらすじだけ聞いたらね、なんかこうドタバタっていうか、ドタバタコメディで、ああどうしようどうしようみたいな、コントじゃないけど、コント的な設定なんだけど、うん、でしかもなんか主人公の警察官がなぜか妊婦の女警察官、ああ確かにそれもそうだよね、警察署長だったりとかして、なんかなんかなんだろうな、なんかストレートの設定じゃないんだ、なんかそうだね。でまあね、このなんかね、この公園兄弟はね、こう人間のね、うん、ダメなところを描くのがすごい上手くて、うん、なんだろうな、あの在家の凶悪の時にも言ったけど、うん、なんか人間ってしょうもねえなじゃないけど、まさにそういうとこをすごい描いてて、ああそう人間ってこういうとこになっちゃうと動こうとしちゃうよねじゃないけど、そういうのすごいよく作ってて、うん、あとね大きな嘘が一個あるんで、あそうなの、映画の中に、うん、てかそれありなのっていう嘘が、大きな嘘、
大きな嘘があるんで、うん、ぜひ見て、うん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 、これ次の週解説します、はい、これね結構ねてか単純に面白いんだよ、うんうんうん、こサスペンスとして面白いし、いわゆる公園兄弟独特な、なんかこう意地悪な感じ、うんうん、こう思い通りにこう話を進めてくれない感じとかあって、うん、このファーゴがねすごい面白い。さっき言ったノーカントリーも、うん、ほとんどファーゴと同じ話っていうか、うんうんうん、連続殺人事件がどんどん起きていくんだけど、その主人公がどんどんこうなんだろうな、ハマっていく感っていうか、うん、こう事件にどんどんこう没頭してこう、うん、ハマってっちゃう感みたいなのがあって、すごいよくできてるんで、ぜひぜひ、うんうんうん、ファーゴ、これ本当になんつうの、見終わって、うん、で来週俺が多分その嘘の話をしたら、うん、マジかよじゃないけど、どういうことなの？なんだろうな、これでも言っちゃうネタバレだし、ネタバレじゃないけど、うん、なんつうのかな、えそうなのって多分なるから、はい、ストーリーの中でってこと？なんとかな、そこも要は、あんまり意地悪なんだ。あ、そうなんだ。そこもだから逆に言うと、うん、意地悪だなっていう。ちょっとじゃあそれは見てからの、そう、見たからの楽しみ、うん。で、多分見終わっても分かんないんだよ。ああ、そういう感じなんだ。あの、映画が出来上がって、監督のインタビューで分かったことって。うん、実はね、みたいな話なんで。そう、ぜひ、じゃあ、うん、ちょっとじゃあこれを、これ見てください。うん、また見ておきます。はい、ちょっといろいろ買ったから、ね、そうだね、ちょっと当分は当分はね、このロボコップ特別編とかするみたいな。あ、いいねワンだから、ね、いいね、これロボコップ大好きなんだ、うんうん、俺これ小学校の頃大好きよく見てたんだけど。あ、そうなんだ。今からで結構エグいんだよね。あ、でもただエグいシーン確かにあったね。だからこのマーフィーが最初殺されちゃうとことか、うん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 、結構リアルだし、うん、ロボコップバラされるの分かる？俺ね、それ覚えてる、すごい覚えてるでしょ。なんか前のマスクとかも外された状態でさ、そうそうそう、なんかガシャガシャガシャってやって、うん、でなんか完全に出さなくてもいいオイルがこう血のようにバーって出てきて、うん、あえどこにオイル入ってるの？あのマイケル・ベイのトランスフォーマー3のさ、あ機械バーってやったらなぜか完全に血だろそれっていう謎の液体が出てくるんじゃない？そうだよね、そういうのと一緒で、なんか、なんかこう腕とかこうイーンって切られちゃって、なんかこうバラバラにされてゴロンみたいな、なんかバラされてまとめられてるかなんかの場面を俺覚えてて、そう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 、警察署の前かなんかにゴロンって、そうそうそう、うん、そういうのとかって結構なんか今考えるとかなりエグくて、これ多分小2小3で見てんだけど、うん、なんか今考えるとやっぱ R 指定って結構適当だったなみたいな。この頃多分ないからね、 R なんとか。あ、そっか、そうそうそう、僕ロボコップあるおいおい、うん、これ3で忍者出てくるから。あ、そうなんだ。あのロボコップ空飛ぶようになるから。あ、なんかそこは覚えてる。あのどんどんちょっとめちゃくちゃになってそんな感じかな、うんうんうん、そうですね、そんな感じで、うん、だからこうやってイレギュラーで、そうだね、この我が家で撮る可能性もあるので、静かだしね、静かだしね、うん、まあ何がすぎ、一応なんか一応レコーディングできる、そう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 、ところだから一応ちょっと静かな、うん、そうですかね、そんな感じですかね、うん、じゃあまた来週って感じですかね、はい、はい、じゃあまた来週です、さよなら。